高田さん、第18の松岡秀樹です。高田さん、第18の松岡秀樹です。スピード感が全然、朝6時20分ぐらいに起きてボールがつくぐらいの瞬間でガーッと球際で紹介から、はい、じゃあ響きから、坂田さん、第18の松岡響きです。坂田さん、第18の松岡秀樹です。どうですか、坂田さん、やってみて環境と、選手の質だったり、レベルが中学の時より、すごく変わって、いい環境でやれて楽しいです。中学自分の実力だったりが試せる場だったから、最初は全然プレーできたんですけど、練習入っていくにつれて上がっていくのが難しいですけど、自分の成長いい環境です。ジュニアユースとユースのなんか違いは何か、スピード感が全然違うと思います。タイムスケジュール、朝6時20分ぐらいに起きて、6時半から点呼始まって、で点呼が3分で終わって、でそこから10分ちょい掃除して、朝ごはん食べて、食べ終わったのが7時ぐらいで、でそこからは8時10分、学校行くまではフリーという感じで、8時10分から学校行って、学校の終礼が3時45分ぐらいで、学校出るのが50分ぐらい、3時50分ぐらいから、もうそこから練習場に行って、4時半ぐらいから練習開始。飯の量とかやっぱ求められる、めっちゃ食えとか。そんな言われないですけど、みんな結構食ってます。どんくらい食ってる？1キロ。シールを結構してる。いや、シールは、練習だった時とか、久しぶりのソレッサーで、どうだった？楽しかった久しぶりに来るとなんかやっぱ、あれ感じることある？そうです、ソレッサー、ジュニアまで含めるともっと長いけど、自分はいろいろなコーチと接してきたから、コーチも成長させてもらったなって思います。響、鼻水垂れすぎ。鼻水ずっと垂れてましたね。なんか思い出に残ってることある？思い出に残ってる時のことは、ヴァンフォーレ勝った時ですね。前日のね。あれは、自分でも試合中やってて、俊也が2点目取った時とかめっちゃ気になった。自分が PK 決めた時よりも、自分が PK 決めた時よりも自主練とかなんかしてるんですか、小学生？この間大輝のツールやったのに、自主練は何してますか、一応。自主練は人それぞれなんですけど、なんかパスコンやったり、コンピックやったり、クロスの練習とか、シュート練習とか、クラスから入り方との練習とか、いろいろ個人個人で自分の課題見つけてみたいな人。なんかほら家でさ、ほら小学校の時とか中学校の時とか、家なんか自分で一人でやる時って言ったら何、趣味は何でしょう？
家の中とか家とか周り公園とか庭とか。自分もね、中学校の時は家の前に壁があったから、壁にボール蹴って、コントロール、まあ、基本のところのゲームを磨いてました。自分は、夜とか、なんかサッカーしたくなったら、なんかちっちゃいボールでリフティングしたり、で、昼とか明るい時だったら、庭があるんで、庭でボール蹴ってきました。やっぱ壁にブロックにボールを置いて、玉際っつってぶつかってたんじゃないですか。あー、なんか言ってましたね、でもそれで。それ大輝だろ、それ。いや、俺もやってましたね。どんな感じ？壁があるじゃないですか。で、ボールをチョンって出して、ちょうど壁とボールがつくぐらいの瞬間でガーンって玉際って。それで一回捻挫しました。ダメじゃん。新谷君、どんな選手ですか？新谷君は、プライベートもあるよ、プライベート。まあ、女子からモテてて、クラスのムードメーカーで、サッカーは上手で、かっこよくて、完璧です。新谷から見た響きは？いつも、寮でも、学校でも明るくて、みんなを元気にしてくれて、サッカーの時は、なんだろう、サッカーと私生活でしっかり区別できるから、切り替えがしっかりできるんで、誰よりも努力してるから、そこは。